か野英学筆白宝白地図1855年、当時像、か野英学慶応3年に1月2日は、江戸時代後期に、京都を中心に活躍した画家。慶狩野家九代。桃山風の画風を基本に、演山史上派や文人が、復古や戸絵など様々な画風を取り入れ、低迷する慶狩野家を再興した。長岳は意味な。署名は大輔、ジオ高齢。山張。 万水、脱案などと申した。代々の通称、縫い戸の助を名乗った。京都の人。かの英学筆課長図隆つ古文化会館像父は K、狩野の絵師、影山堂玉、弟は、かの英体で、その子が、霊勢ためちか。早くに才能を見出され K 狩野八代、かの英春の養子となり、文化十三年、英春が没すると二十七歳で家督を継いだ。初代、 他の三楽の末裔であることを誇りとし、箱書きや楽観に三楽旧世孫としたためている。三楽や二代、山行の画を熱心に学び、特に三十代までは、桃山時代の巨木表現に判を取った復古的画風を基本とした。その上で、当時京都で人気を博していた、四条派の画風を積極的に取り入れている。 この他にも江戸中期に来日した、陳南品の流れを組む長崎派や、谷文庁によって広まった、北州街や文人が、創達、光林の装飾的な林パ、追いに当たる冷勢ため地下から復古山戸へを直接学んだ。このように様々な画風を貪欲に吸収し、次回悪老中のものとした。京狩野家は、代々九条家と関係が深く、長三十三歳の時、 がおこの無償久忠の家来となった。永六年、久忠が左大臣の公務で江戸に下った時、これに同行し富士山を実験し、富士百福を描いている。長岳の代になって景狩りのは、紀州徳川家と彦根池の御用絵師も務めるようになった。池の悟り包み寺である清涼寺に伝わる井直介の肖像画は長岳が描いたとされる。 57歳にして、金利越えしご自席となってから楽観に金門、金門画師金門画院第一子と記すこともあった。66歳の時金利の安静度造営が行われ、多くの障壁画の制作に当たっている。臨在衆明神寺には長岳の作品が多く残り、とりわけとなり客連障壁画は長岳の代表作と言える。同じく臨在州大徳寺にも、珍装など、 多数の作品が残されている。東本願寺にも大正壁画を手掛けたが後に消失した。本願寺を通じて地方の別院にも長岳の作品が多数見られる。この他にも長岳は多くパトロンを持ち、京都は有に及ばず長浜や飛騨山にも足を伸ばし、不詳や不能の求めに応じて絵を描いた。金利の御用絵師とはいえ、 英学が家督を継いだ頃の経過理の派は、土佐派や鶴沢派の後人を廃止不遇な立場にあった。なおかつ、江戸後期には、伝統的な画派は勢力を弱め、特色を持った信仰の画派が台頭していた。長岳は生き残りをかけ経過理のの伝統を革新させ、特色を打ち出すことに成功する。京都画壇では、重鎮として扱われた。去年78。 養子の栄章が10代を相続。門弟に、同じく養子で、岡山に多くの作品が残るかの久さし長や、木村良船、長野助地下などがいる。その他に、岩国吉川家語用絵師の佐藤丹治、土佐藩の川田社ロン、京焼の英楽保全なども、長田家に顔を習ったという。ありがとうございます。